積んだもん。お前は生涯にわたってほとんど働くことをせず、金を盗み、人を騙し、人を傷つけて生きてきたな。こんな悪人は見たことがない。お前は地獄行きだ。そんな閻魔大王様、ひどいのだ。だって働くことは汚いことなのだ。僕は自分が薄汚れた労働者になっていくことが耐えられなかったのだ。僕は心が純粋なだけなのだ。えい、うるさい。泥棒の方がよほど汚いわ。地獄へ落ちろ。わーん、わーん。つらいのだ、つらいのだ。地獄は嫌なのだ。オラオラ、悪人どもめ、苦しめ、苦しめ。なんか怖い鬼がいるし、誰かどうかお願いなのだ。僕をここから救ってほしいのだ。僕は働くのが嫌で、嫌で仕方がないだけなのだ。確かに何度も泥棒をしたし、人を殺したこともあるけど、そんなに悪い人間じゃないのだ。オラオラ、新入り、何をしている。お前も苦しむんだよ。オラオラオラ。わーん、こっちに来ないで、なのだ。お願いなのだ、誰か助けてほしいのだ。お願いなのだ、お願いなのだ。ずんだもん、ずんだもん。私はお釈迦様です。あなたに最後の慈悲を与えましょう。あなたは生きている時に一度だけ良いことをしましたね。良いことなのだ。そういえばそうなのだ。僕は昔お腹を空かせた旅のお坊さんに腐った枝豆をあげたことがあるのだ。お坊さんはありがとう、ありがとうと言って食べて、お腹を壊して熱を出し、みんなの前でうんこを漏らしたのだ。あなたのような悪人でも人に施しをすることがある。私はそのことに感動しました。もしもこれから心を入れ替えてよく働く良い人間になるというなら、この腐った枝豆にしがみつきなさい。その地獄から極楽まで引き上げてあげましょう。極楽なのだ。わかったのだ。僕はこれから真面目に働く良い人間になるのだ。こうして僕は腐った枝豆につかまり、極楽へ引き上げられていったのだ。極楽ではお釈迦様のもとで働くことの尊さを教わり、本音ではくそったれと思いながら零細企業で懸命に働いているのだ。上司から、同僚から、客から嫌なことや無理なことを言われ、休みはなく錆残ばかりで、給料は安く社保には入れてもらえず、不安定な有機雇用なのだ。正直とてもしんどいのだ。不幸のどん底なのだ。でももしもやめたら、さらに下の地獄にまた落とされるのだ。毎日酒を飲み、涙をポロポロ流し、汚れ切った自分自身を憎み、早く死にたい、そんなことばかり考えているのだ。